私たちの施設は基本理念として共感、協働、響き合いを掲げております。職員間のコミュニケーションを重視し、職員が一丸となってご利用者様にサービスを提供を行っているのが強みだと考えています。お年寄りのケアがしたいと思いました。1日15名ほどのお年寄りのお世話をしています。うちで子供と楽しくと遊びします。佐渡のポタツガメの海が綺麗で好きです。少子高齢化、人口減少から、労働力不足というのが、叫ばれております。私たちの、施設でも、できるだけ職員の方に負担をかけないよう、積極的に、外国の方を受け入れたり、さまざまな、方からお手伝いをしていただくことで、この労働力の不足というのを解消していくよう努めているところでございます。職員一同、楽しく、気持ちよく働くことを、目標にして日々お仕事をしています。どうぞ一度遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。